ヘンリー・モーリス・オブ・バッテンバーグは、イギリスの王族、軍人。もともとは、ヘッセン対抗家の処刑バッテン、ベルク家出身で、ドイツ語名は、ハインリヒ・モーリッツ・フォン・バッテン・ベルクといった。ヘッセン対抗ルートビヒ・ニセイの4、男アレクサンダー・フォン・ヘッセン・ダルムシタットと、ヒ・ユリア・ハウケの三男として、ミラノで生まれた。両親が、帰線結婚とみなされたため、子供たちには、 ヘッセン大公家の継承権は与えられず、母に授けられた称号からバッテンベルクを生徒した。公使と呼ばれる身分であったものの、統治する所領も財産もない継承に過ぎなかった。彼は、父と同じく軍人となるべく教育を受けた。主家のヘッセン大公家を通じて、ヨーロッパの王公と面識を持てたハインリヒは、兄、ルートビヒ・アレクサンダーとヘッセン大公女。 ビクトリアの結婚式に出席した際、イギリス王女ベアトリスに見染められた。1885年7月23日、二人はワイト島で結婚。同日に、ベアトリスの母ビクトリア女王によって、ヘンリーの称号が妻と同様の殿下に引き上げられた。この称号が有効なのは、大英帝国の中だけであって、国外では以前の孔子のままであった。女王は彼を、 ガーター騎士にした。ヘンリーはイギリス陸軍大佐カリスブルック城の城代となった。1895年11月、ヘンリーはアシャンティ族との戦闘のために西アフリカへ出征する許しを女王に孝た。彼は派遣されたイギリス領シエラレオネでマラリアに感染し沿岸に停泊していた巡洋艦ブロンド城で病死した。遺体はカナリア諸島から来た。 巡洋艦、プレニムに乗せられて帰国した。1896年2月5日、結婚式を挙げたのと同じセーミルドレッド教会で葬儀が行われた。ありがとうございます。